ホタル橋停留場は、高知県高知市朝日町三丁目にあるとさ電交通イノ線の路面電車停留場。ホタル橋停留場は1929年に開業した。イノ線はかつて起点から東停留場までが複線であり、ホタル橋は一部の系統が折り返しを行う停留場であったが、1958年に鏡川橋停留場まで複線区間が伸びると、 鏡川橋での折り返しにとって変わっている。蛍橋停留場は、伊野線の平洋軌道区間にあり、ホームは道路上に設けられている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように、廃される。ただし互いのホーム位置は、東西方向にずれており、東に伊野方面域のホーム、西に張間や橋方面域のホームが置かれている。 停留場の南西には留置線があり、ホタル橋車庫として2011年12月現在で4両が大白を行う。車庫は戦後、それまで上町五丁目停留場の北にあった五丁目車庫に変わって当時一部系統の折り返し地点であったホタル橋に新設されたものである。伏線区間の延長により折り返し地点が鏡川橋停留場に変わっても車庫は損地され、 夜間の大白に利用されている。停留場の犬の寄りには渡り線があり、入庫時などに使われる。ありがとうございます。